茶屋川は、ロシア連邦ブリヤート共和国とイルクーツク州を流れる川で、レナ川の支流である。ベルフネアンガルスキー山脈から流れ出て、大部分が北バイカル高原の北西部を流れる。河かは松にスプルースが混じる森林で、稀にヒマラヤ杉や松が生える。下流は小舟での航行ができ、魚は豊富である。雨によって5月から9月に洪水を起こす。 茶屋川のラフティングは、通常農場から合流点までで行われ、40の障害物と4つの主な小滝がある。レナ川合流点付近右支流、オロキト川、アブチャダ川、アクカン川、チコ川、グリャキト川、ヌイルンダ川、コガンダ川、キラクタ川、ズベリナヤ川、チャイスキー川、グルボキー川、ペロトフスキー川、クリーボソシェンスキー川ほか、左支流、ニュシジョーク川、 アムトベレン川、コロクタカン川、トゥポ川、アシクタカ川、イズビリストゥイ川、マグダナ川、ナリムダ川、トゥルブコノフスカイア川、カメヌイ川、ポロジヌイ川、ルブチェノク川、ベリョーゾブイン川、リンペア川、ウゴチイコールパジ川、チュプリハ川、クラスヌイ川ほか、ありがとうございます。